イタリアからこんにちは。今日からプレインベンションシリーズ始まります。毎週火曜日土曜日基本配信の春菜ピアニストチャンネルです。もしかしたら火曜日土曜日以外にも配信があるかもしれません。ぜひチェックしてください。チャンネル登録がまだの方はこれを機会にご登録いただけると嬉しいです。画面右下の登録ボタンよりご登録いただけます。さて、新シリーズプレインベンションです。プレインベンションっていうのはこちら、ピンクと黄色の表紙が特徴的の教本です。プレインベンションというタイトルの通り、インベンションを始める前に使ってねという本です。インベンションっていうのはバッハのインベンション、15曲あります。このインベンションが弾けるようになると、やっぱりピアノがちゃんと弾けるっていう一つの目安になるんですね。なのでぜひたどり着いてほしいレベルでもあります。目標としてほしい初級の方はもちろん、左手と右手の独立のお掃除にとってもいいので、中級や上級の方にももちろん弾き続けてほしいシリーズです。さて、このプレインベンションっていうのは、いろんなとこから曲を集めてきてまとめてある本です。曲によってはバロック時代のものでないものも、他の楽器の編曲であるものも入っています。なのでね、実はね、必ずしもその書いてあるフレージングや強弱がオリジナルのものではありません。これまず念頭に置いておきましょう。で、私実は15歳の時からイタリアに留学してるんですが、音楽院時代に副科でチェンバロ取ってたんですね。それまではバッハっていうと、楽譜通りにかっちりしっかり弾かなきゃいけない、模範的な演奏しかできてなくって、なんか苦手だなっていうマイナスの感じだったんですね。それがチェンバロっていう楽器に触れてから、白黒だった世界がカラフルになったようにすごく変わったんですね。面白くなってきてしまって、それ以来ものすごく素敵になりました。それをちょっとでも皆さんにお伝えできればなと思っています。なので、プレインベンションを進めていくにあたり、私は楽譜通りに弾くとは限りません。こう弾いたらチェンバロで素敵に聞こえるだろうな、というのをピアノに応用して弾いてます。なので、ピアノの先生に習ってる方は、先生によっては変えちゃうとね、フレーズ通りできてないじゃないとか言われちゃうかもしれないので、個人で楽しむ範囲、または参考にする範囲で使っていただければなと思います。では今日は34番スケルツォを見ていきたいと思います。この本は1番から最後まで順番に進める本ではありません。本をお持ちの方は後ろの方を見てください。ちゃんと進める順番が書いてあります。実はこのプレインベンションに関しては、ブログで過去に記事を書いてるんですね。この動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はぜひ読んでみてください。そこにおすすめの曲なんかも書いてあります。では1曲目におすすめの34番見ていきたいと思います。34番はスケルツォ。これイタリア語でふざける、おどけるとか意味があります。アウグスト・エベルハルト・ミューラーさんですね、作曲者。この方はバッハの息子さんのお弟子さんにあたる方です。で、ベートーベンと同世代。なぜこの曲が1番目に載ってるかっていうと、左手がね、まだ大砲っていうよりも和製砲使われてるんですよ。大砲、和製砲についてわからないぞっていう方はぜひ過去の動画、大砲と和製砲、バッハなぜ難しいの動画をご覧ください。この動画の最後に載せておきます。和製砲っていうのは、和音、ハーモニー重視でしたね。左手を見てみるとわかると思います。すごくシンプルに和音で移動しています。が、せっかくなので、これはね、大砲の準備として、準備運動として、それぞれの音がどう横につながっているのかを見て考えて弾いてみると、いい出だしになると思います。例えば、左手、最初は、ソーファーソーレ、ちゃんとメロディーラインがありますね。それをよく聞くこと。そして上の音はずっとレレレレ。これはね、アンプの時にも覚えやすいです。こういう風に同じ音、同じ指が続いたら動かさない。一個一個縦に読むのではなく、横に読むことでアンプがね、すごく速くなるんです。これもちろん1段目ずっとレですが、なんなら1段目だけではなく2段目の3小節目までずっとレですよね。そこまで動かさないって覚えてしまえば、間違える可能性もすごく減りますよね。っていう風に左手の流れを追ってみること。このスケルツォ、早速私は結構変えてます、右手。この2段目の3、4小節目なんかは、すべてノンレガート、スタッカート気味に弾くことで、こう、メリハリをつけています。こういう風に。また、細かいクレッシェンドやデクレッシェンドも、スケルツォだったら、突然来た方がびっくりしますよね。この2段目のクレッシェンドを私はバッテンつけてます。あえてしないことで、
メリハリをつける。で、この3段目も変えてます。後半も見ていきましょう。今度は左手、下の音がノーチェンジですね。ずっとソ。これ3の指でももちろんいいんですが、4142、この指だとこの4小節分はノーチェンジでこのまま弾けます。で、最後の四分九分を使って、最後の段に来たら3-1に戻してあげると、あ、2段目に戻ってきたなっていう、こう目安にもなるので、おすすめの指使いです。アンプの仕方もここは左手、ドーシードーシレレレドシシの隠れてるメロディーラインを大事にしてください。右手フレージング、早速私ここでも変えてます。3段目レをスタッカートにして、ソーファーソーでまとめることでちょっとおしゃれに。ここも突然フォルテになるように気をつけてみるとおしゃれになります。では全体ちょっと弾いてみましょう。いかがでしたでしょうか。このプレインベンションは、大体私はブルグミラーと並行して生徒さんにおすすめすることが多いです。もちろんブルグミラーが終わってしまっている方でも、ちょっとやっぱりバッハインベンションいきなり行くの怖いなっていう方は、ぜひ一歩下がってこのプレインベンションシリーズから丁寧に見直すと、インベンションへの入り方がとても違った風に入れると思います。シリーズまだまだ続きますので、また見てください。感想などコメント欄に書いていただけると嬉しいです。またいいねボタンもぜひ押してください。ではまた次のレッスンで。チャオ。